皆さん、こんにちは。TLA チャンネルです。今回は、東南アジアにある都市国家、シンガポールをご紹介します。シンガポールは赤道直下、東南アジアに位置する国で、都市国家のため、国内には地方自治体が存在しません。東南アジアでは、最も先進的な国となっており、東南アジアにしては珍しく清潔で美しい街並みを持っている一方、ゴミのポイ捨てや公共交通機関での飲食など多くの場面で罰金が科せられることから、清潔と罰金をかけてファインカントリーとも呼ばれています。今回はこのファインカントリーの歴史と今に迫ってみましょう。シンガポールはマレー半島の先端に位置しており、ユーラシア大陸の最南端にあります。南シナ海とインド洋とをつなぐ海運の要衝に位置するため、シュリービジャヤ王国の勢力下となっていた7世紀頃には、すでに様々な国の船舶が寄港するようになっていたと言われています。当時は、シンガポールではなく、テマセックの名前で知られており、マジャパヒト王国の宮廷詩人であったプラパンチャは著書の中で、海賊を生業とする住民が住み、外国船も寄港していた、と記しています。シンガポールの名前が定着するのは、14世紀末のことであり、サンスクリット語で、ライオンの街を意味するシンガプーラという言葉がシンガポールの由来になっていると言われています。15世紀初頭にはパレンバンの王子パレメスワラがマラッカ王国を建国し、シンガプーラをその支配下に収めています。その後マラッカ王国は1511年にポルトガルの侵攻を受け滅亡し、生き残ったマラッカ王国の王族はマレー半島南部のジョホールに逃れ、ジョホール王国を建国し、シンガプーラはそのジョホール王国の一部となります。しかし1613年、再びポルトガルによりシンガプーラの交易基地が攻撃を受け、これを機にシンガプーラは以後200年近く放棄されることとなるのです。この間オランダとジョホール王国が協力してポルトガルを攻撃し、オランダ領マラッカが成立するとともに、マラッカ海峡の香辛料貿易はオランダが独占することになり、ポルトガルの覇権が終わるのです。そして時が経ち、1819年になるとイギリス東インド会社のトーマス・ラッフルズが上陸を果たすことになります。当時はまだシンガプーラはジョホール王国に属しており、ラッフルズはここにイギリス商館建設の許可を取り付けるとともに、名前も英語風のシンガポールと改め都市化計画を進めます。そして1824年には植民地としてジョホール王国から正式に割譲され、マラッカ、ペナンとともにイギリス領の海峡植民地を形成します。これによりシンガポールはインドやオーストラリアなどのイギリス植民地や中国などを結ぶ中継貿易の拠点として発展するだけでなく、同じくイギリスの植民地であったマレー半島の資源の積み出し港ともなり、労働力として中国やインドなどから多くの移民が流入することとなります。この際、イギリスはシンガポールを貿易拠点としてだけではなく、15万人を超えるイギリス軍を駐留させ、要塞化していました。そのため、第二次世界大戦では、日本陸軍による攻撃を受け、大英帝国史上最悪の敗北と呼ばれるシンガポール陥落を迎えます。しかし、1945年の日本の敗戦を受け、日本軍が撤退、代わりに、再びイギリスによる植民地支配が再開します。これに対して長年マレー半島において搾取を行ったイギリスに対する地元住民の反感は強く、独立運動が続くこととなります。当時戦争で疲弊していたイギリスにもはや植民地支配を続ける余力はなく、1963年にマラヤ連邦などとともにマレーシア連邦として独立を果たします。この独立では、シンガポールはクアラルンプールを首都とするマレーシア連邦の一部となる形でイギリスから独立するのですが、マレーシア連邦は人口の半分以上をマレー人が占め、ブミプトラ政策というマレー人優遇政策が取られました。しかしながらシンガポールは中国系の移民が人口の 70% 以上であり、マレー人と華人の共同政策を取るシンガポール人民行動党と国の間で軋轢が生じ始めます。これに対して当時のマレーシア連邦のラーマン首相は、これ以上のシンガポールとマレーシアの融和は不可能と判断し、
1965年にマレーシアから追放される形で、シンガポールは独立となるのです。この際シンガポール人民行動党を指揮し、独立後初代首相となったのが、シンガポール建国の父と言われるリー・クアンユーでした。こうして都市国家として独立したシンガポールですが、国土は淡路島ほどと小さく、農業や漁業の規模は極めて小さいため、政策的に低い税率と大胆な税制優遇を打ち出しており、現在はアジアを代表する金融センターとしても機能しています。こうして、シンガポールが大きく発展してきた政策の一つとして、シンガポール人民行動党による開発独裁体制があります。開発独裁とは、経済発展のためには、政治的安定が必要であるとして、国民の政治参加を著しく制限し独裁を正当化することです。シンガポールでは、リー・クアンユー擁する人民行動党が、ヘゲモニー正当性を確立し、現在もそれが維持されています。例えばシンガポールでは、野党の存在は法的には認められていますが、野党候補を当選させた選挙区は、インフラ整備を後回しにするなど露骨な冷遇を行ったり、与党政治家の政策を批判したものを、個人的な名誉毀損にすり替えて刑事処分したりし、独裁政党の地位を確保しています。そのため、建国以来1981年まで、人民行動党が国会の全議席を占め、その後も一貫して第一党であり続けているのです。しかしながら、21世紀に入ってからは、徐々に野党も議席を増やし、2020年の総選挙では、初めて野党の議席が2桁に達しました。これについて、人民行動党書記長で、現首相のリー・シェンロンは、若年層の人民行動党離れが苦戦の原因との認識を示しています。この開発独裁については、アジアにはアジアの価値観があり、欧米流の人権や民主主義はシンガポールには馴染まないとして、人民労働党は、このシステムを正当化をしています。また、シンガポール市民も、与党である、人民労働党に票を投じれば、現在の豊かなシンガポール経済の恩恵を享受することができるため、この開発独裁が社会問題化する事案も多くありません。一方で、市民の政治的権利が抑制されていることや、与党批判が実質的に許されていないという低水準の言論の自由のため、準独裁政治体制に分類されています。中には、こうした政治体制から、明るい北朝鮮、と言われることもあるんですね。そんなシンガポールは、現在世界的な金融センターとなっており、アジアでは、東京と香港に次ぐグローバル都市との評価を受けています。また、ASEAN の原加盟国かつ、ASEAN 自由貿易地域の主導国でもあり、20世紀末から、急速な経済成長が続いています。勤労世帯収入もアジアトップクラスとなっており、東京を大きく上回っています。都市国家であるため、国内の人口や消費の規模は小さいものの、税制優遇や優れたインフラ環境、また、英語や中国語が話せる人材の多さから、香港と並び、欧米諸国にある多国籍企業のアジアや太平洋地域の統括拠点が置かれることも多くあります。また、古くから交通の要衝であるため、海運産業や航空産業が発達しており、国内最大の企業はシンガポール航空ともなっています。また近年では、観光産業にも非常に力を入れており、政府と民間の協力の下で、人工的な観光資源開発を進めています。例えば、シンガポール島の南にある仙洞佐島では、ユニバーサルスタジオやカジノ、大型リゾートホテルなどが立ち並び、シンガポール観光におけるハイライトの一つになっています。また、シンガポールを象徴する像であるマーライオンや、300種以上の動物が展示されているシンガポール動物園なども有名で、現在、世界で最も多くの観光客が訪れる都市の一つともなっています。機会があったら一度行ってみたいですね。それではオルボワール。